どうも、ゆうたけです。今回はまた久々にあの例のオリアトモを連れて青鬼をします。 1.0 ですね、初めてです。はい、どうも、タカチルです。 1.0 は僕も初めてなんで完璧初見です。じゃあとりあえずメインプレイはお前でいいね。町外れにある館、そこに化け物が出るという噂が流れたのはつい最近のことだ。へえ、プラチナ買ったんだ。いや、これ俺じゃない、プラチナ買ったんだ。そうなんですよ。今日は僕の家で対戦しましょう。すみません、あなたは？てかキャラが新展開なんだけど。まあ3人目どうする？俺でいい？いいよ。よう、奇遇だな。いじめっ子の拓郎くん。拓郎？ちょっと待って、これヒロシかな今の。これヒロシかな。ヒロシだったら。でこれが拓郎でしょ。なんか立場がよくわかんないけどいいや。誰がいじめっ子だっつーの。お前はいじめられっ子だけどな。ちょっと付き合えよ。ああ、こっからは 3.0 と 5.2 と 6.0 全部同じ。え、もういいな。はい、1、2、3、6人あの、あれ、僕は僕はその方がって、キャラがよし、思ったより綺麗だな。最近はその心霊スポットだよ。
5人のとこ。青鬼に追われて今逃げてどっかバラバラに散ったか。まあ、死ぬことはまだないんじゃない。いない。
そこはなんもない。さっきから右が手鍵かかったな。鍵か開かないってところが開くと思う。左じゃない、左、あの青鬼の鍵が見えたところ。でも鍵って言えてないじゃん。だから開かないってなってたから鍵じゃないんだよ。そう、ほら、行き止まりじゃん、そこ危な。ちょっと待って。